害虫たちは全ての駆除剤を克服していた。彼らの繁殖を妨げるものはもはや何もない。彼らは人類にとって大災厄となった。だが、その事態を重く見た日本企業、マーズ製薬が従来の駆除剤に代わる超小型害虫駆除ロボットの開発に成功。11.5センチのメイドロボット一撃殺虫ホイホイさん、全機4,800円、もう発売した。